がすごかったお話その2。さあ今日も元気に行くでー、レイさんよ、ルーちゃんです。よっしゃー、今日の挨拶も完璧。おお、とうとうついてしまいました。あらー、こんなに乗れるなんて嬉しい。あ、いやー、これ近くで見たらやっぱ大きいねー。あ、マムさんは？おチケット、チケット渡してる。あ、もう係の人に渡して、さあ行くでー。こらもう、他のワンちゃんも乗ってんの？いやー楽しみやわー。これ、意外とゆっくり回ってんねんな、観覧車。はーい、行ってきまーす。お、黄色いやつに乗り込んでと。うわー、こんなんなってんや。おー、いやー、これもすごいな。ちょっとずつ動いてる。海遊館のとこでは乗れなかったけど、ここで乗れてよかったわ。ママさんたちが調べてくれたから乗れたのよ、ルーニー。ほんまにありがとう。意外と静かやな。あたし、眠くなってきちゃったわ。何言ってんの、姉さん。そんなわけ。眠くなってきた。ほんまやな。いや、あくびってうつるもんやな。そうだけど、楽しいね。お、ママさん記念撮影やな。お、ええやん。お、思い出に一枚パシリと、パシリと、パシリと、どれか、パシリと、最高の一枚。よし、写真ってやっぱええよな。一生の思い出がまた一つ増えちゃいましたよ。私には高すぎてちょっぴり怖いわ。ルーニーは平気なの？あ、全然大丈夫やで。な、ママさん。それにしても高いよな。ワンちゃんのルーちゃんたちが来れるなんて思いもしないわよね。いい景色。ほんまにママさんとパパさんはルーちゃんたちが乗れる観覧車探してくれたよな。嬉しいな。あじゃぱー、すんごいやん。これ米粒ぶぐらいの大きさになってるや。車が。ルーニー、あんまり怖いことを言わないで。あれ？もう、ああ、終わりか。もう、ちょっと乗っときたかったな、ルーちゃん。うん、あと2周ぐらいでもよかった。早く、早く地面につかせ。ああ、ずっとジューブラリーやったから怖かった。あれは？おお、パパさんこっち。忘れとった。明石海峡大橋。ああ、すごいモニュメント。これで？いやー、もういい景色やでー。みんな、ここ絶対来た方がええでー。あらー、向こうには明石大橋。さっき通ってきたでー、ルーちゃん。うん、綺麗なとこやな、ママさん。いやー、観光もできたし、もうサービスエリアの域超えてます。あ、ママさん、買い物行ったらしいで。あ、なんか、軽く。お腹空いたらしいわ。もう、ママさんも食いしん坊。遅いね。ママさんはなかなか帰ってけんね。あ、ママさん、こっちこっち。あら、なんか持ってる。お、ママさん、絵もあった。お、何買った？あらー、タコ飯のおにぎり。渋いやつ選ぶな。ほんまにさすがママさんやな。さあ早く行かないと次の予定に遅れちゃうわよ。あかんかん、なんぼ時間あっても足らんで。このサービスエリアもうすごいパフォーマンスが高いわ。はい、淡路島の旅一発目、淡路のサービスエリアどうでした？じゃあ、次行こうか。お、次行く？もう早いから遅れてまうで。次はどんなとこ行くんでしょうね。お楽しみに。続く。